あの、僕思ったのが、このブラックフライなんですけど、これ、ブラックトロンの中に紛れ込んでも、全然違和感ないと思います。はい、いつも私、ヒロゲを応援してくれてありがとうございます。今回のメンバー限定動画はこちら。新作変形合体レゴロボ、トロンソルジャー V2 です。はい、ついに、トロンソルジャー V2 を紹介する時がやってまいりました。こちらは前回紹介した、ギャラクシーソルジャーの2号ロボになります。こちらのロボのモデルは、クラシックスペースの一つのブラックトロンです。ということで、今回の動画も、こちらのトロンソルジャー V2 を徹底解説して合体させたいと思います。ちなみにトロンソルジャー V2 という名前なんですけど、昨年作ったトロンソルジャー、あれの大幅アップデートバージョンと言いたかったんですけど、ほぼほぼ別物になっているんですけど、まあ僕的に言えばほぼほぼトロンソルジャーの進化版だと思っております。ちなみに今年の変形合体レゴロボのコンセプトは、ロボ以外にも別形態に合体させるというところです。今回のトロンソルジャー V2 は3つのメカが戦闘機形態とロボモードになる合体方式になっております。まずはこちらの3つのメカを紹介していきたいと思います。まずは1号メカのブラックファイターです。ちなみにこのブラックファイターなんですけど、前回のギャラクシーソルジャーのスペースファイター、あれの、まあ、ほぼほぼリデコになっております。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになっております。ブラックトロンは名前の通り全体的なボディカラーはブラックとイエローを使っていて、差し色に黄色と赤色のクリアパーツを使っております。こちらのブラックファイターにはクリアパーツをたくさん使っていますので、めちゃくちゃ豪華に見えると思います。あ、ちなみに言い忘れてたんですけど、このトロンソルジャー V2 は前回レビューしたブラックトロンクルーザーのパーツをふんだんに使っております。なのでこういうブラックトロンのマークや、ブラックトロンクルーザーのこの機種のパーツもめちゃくちゃ使っております。であとはこのコックピットのモニターも、ブラックトロンクルーザーの操縦席のものになっております。そしてこのブラックジェットにはミニフィグを乗せることができます。では乗せます。ここに座らせてちょっとだけ倒して、で閉じると、はい、こんな感じです。やっぱミニフィグが乗るだけでめちゃくちゃ雰囲気が出ますね。ちなみになんですけど、ミニフィグが乗れるのはこのブラックファイターのみです。ブラックファイターはロボになった時に頭部と胴体と両腕を構成します。はい、ブラックファイターはこんな感じです。はい、続いてはこちらの2号メカのブラックタンクです。今回紹介する3つのメカの中で一番大きいです。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。いや、もうこれ自分で作って言うのもあれなんですけど、めちゃくちゃかっこいいと思います。あ、ちなみに余談なんですけど、このブラックタンクは本当はキャタピラパーツやタイヤパーツを付けたかったんですけど、これを付けてしまうと、戦闘機形態のブラックフライや、後の強化合体にすごい影響が出てしまうので、今回は付けておりません。もしかしたら JBF までには多分取り付けてるんじゃないかなって思っております。ちなみにこのブラックタンクにもクリアパーツがいっぱい使われていますので、結構豪華に見えます。ブラックタンクはロボになった時に胴体をこう、してで、あとはこの真ん中のこのタンクの部分、これが武器になります。本当はこのブラックタンクもミニフィグを乗せたかったんですけど、あの、僕の家にブラックトロンタイのミニフィグが1体しかなかったので、今回はミニフィグを乗せることができません。ちなみに本当に乗せるってことになったら、この部分ですね、この部分をちょっと改造して、まあ、こんな感じで座らせておりました。で、あと、まあ外した理由の一つなんですけど、これ 100% の確率でミニフィグが余るので、今回はつけませんでした。はい、ブラックタンクはこんな感じです。はい、そして最後はこちらのブラックウィングです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。あの、自分で作って言うのもあれなんですけど、このブラックウィングがめちゃくちゃかっこいいんですよね。ロボに合体した時には両足とこの部分が武器になります。ちなみにこだわったところはこれですね。この後ろのバーニア、これがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。バーナーが左右に3つあって、6連バーナーになっております。ちなみにこのブラックウィングをミニフィグを乗せるってなったら、この部分に乗せてました。ちなみにミニフィグをここに座らせると、はい、こんな感じです。はい、ブラックウィングはこんな感じです。そうそう、言い忘れてたんですけど、今回の3つのメカなんですけど、動画公開した後にいくつか改造してますので、そこも紹介したいと思います。まずブラックファイターのこの部分ですね。これはロボになった時に肩になるんですけど、このパーツをちょっとだけ増やしました。続いてブラックタンクなんですけど、まあ、改造したところを強いて言うのであれば、この部分ですね。この部分のパーツが寂しかったので、ちょっとだけ追加しました。そして一番改造したのはこちらのブラックウィングです。まずこの部分はタイルパーツだったんですけど、こちらのパーツを取り付けました。このパーツを付けることによって、ロボの時に武器をマウントさせることができます。で、あとは、この部分ですね。この部分のジョイントがちょっと短かったので、長くしました。そうすることで、戦闘機形態のブラックフライの時に安定して自立させることができます。はい、3つのメカ全て並べるとこんな感じです。前回のギャラクシーソルジャーの時にも言ったんですけど、各メカの色がほぼ全て同じなので、統一感があってすごく綺麗にまとまってると思います。では今からこの3つのメカを戦闘機形態のブラックフライに変形合体したいと思います。